さあ、服のできないライターが登場しました。服ができないのにさ、メダルの計算はできるんだね。お金の計算はできる大丈夫。いやすごいそう、だから服ができなくてもライターにはなれると。そういうことです。関係ないです。まあ、いつもの3人ですよ。うん、そうですね、いつもの3人は変わり映えしない。もうさえない感じですよ、これじゃ。待って、ちっちゃい蜂飛んでる。何ちっちゃい蜂がここ見の周りに飛んでたから。お花だと思ったのかな、ココちゃんの。違いますね。それでは番組にきらびやかな花を添えてくれる今週のムフフ女優は、私が推薦するムフフ女優さんをお呼びしたいと思います。キサキアヤちゃんです。白い。はい、よろしくお願いします。はい、正直な感想言っていいですか。はい、今まで一番っす。いやもういつもこれ。いや、いつも聞いてる気がする。今まで一番っすね。なんすか、すごいね。いや、すごいね。白いし透明感半端ない。うん、そうそうそう、今までいなかった。でも透明感で言ったらナンバーワンですよ、今まで。うん、白いし細いし顔ちっちゃいし、うん、ちっちゃい。でもね、多分ね、うん、あのこれが細いと3サイズはまあって感じでしょ、どうせ。じゃあスペックをご紹介します。3サイズは上から87、58、89の E カップとなっております。もーってなってますね。もーってなってますね、これ。なってるなってる。ギューってやったらジューって出てきそうな。出ないはい、趣味はですね、なんと読書という清楚美人さんです。嘘だよ、無夫婦が読書って。ジャンプとかマガジンだろなんていう偏見なの信じない、敵に回しましたよ何読むんですか。読書は、はい、何でも読みます。なんかミステリーも読みますし、反応小説も読みます。反応小説、うん、クックはできる。できないです。嘘あ、よかった。できないです8767くらい。なんで？あの日本という国が疑われそうなんですよ。やばいよ。あのちょっと待ってください。50% 作ってるよ。よかった。安心した。識字率 50% みたいなことになってます。大丈夫ですかこれ？怖い怖い、この感じ。だって小学2年で習うんだよ。矢部と同じくククができないあやちゃんですが、レア子役体験はすんごいんです。ザ・スローハンド手こき、癒し系手こきとささやきインゴで暴発するエモ男です。なんすかスローハンド手こきって。速いやつじゃなくて、ゆっくりじわじわするやつ。どっちが好き？